修善寺に向かっております。修善寺に宿をね取ってますので、そちらに向かってます。先ほどですね、わさび丼を食べて、今から修善寺に向かってる最中なんですけどね、もう結構長い動画になりましたね。これで5話目になるのかな、よかったら過去の動画も含めて概要欄 URL からご覧いただけたら嬉しいです。今から40分ぐらいドライブするのかな。で、修善寺観光して宿に入ります。デイ強くなれる理由を知った、僕を超えて進め、ドライブが楽しいよ、ドライブ。修善寺着きました。宿が結構ね、観光する場所から遠いので先に観光してから宿行こうかな。これは修善寺着きました。裏道ですね、裏道のところに車停めたんで、ここからぐるーっと一周したいと思います。まずは竹林。竹林着きました。まあ、以前もね来たことありますけども、綺麗ですね。修善寺人気ありますよね。平日だけど、平日の夕方近いけど人多いもん。すごい。中心部に来ました。いいですね、にぎわってますね、みんな笑顔。修善寺でしたっけ、これが。中はもう前回行ったので入らないでおきます。この景色はいいですね。逆光で見えるかな。あー、いいわ。温泉街、温泉街の雰囲気好きだわ。お湯をねかけるそうですよ。あれですね、前回来た時もかけましたね。よいしょ、ありがとうございます。おお、一応一周したかな、あれ一周したかもしれないですね。飲み歩きしたいわー、この街で。ちょっとスマートボールやりたいんですけど、行こうかな。スマートボール、楽しんじゃいました。だいぶもう3時過ぎたんで宿に向かいます。こんなにチェックイン時間気にせず楽しんだのは初めてかもしれない。着きました。本日の宿、桂川さんですかね、かなり大きめのホテルです。はい、部屋に着きました。荷物が多すぎてね、そのまんま部屋に来てしまったんで、ホテル内は後で撮りたいと思うんですけど、グレードアップしていただきましたね。すごい綺麗。これであれ4000円、1人4000円とかそれぐらいだった気しますね。3000円とかあれそれぐらいだったかな。大満足すでに。では館内散策いきますか。広いんでね、もう貸し切り露天風呂正直諦めてますよ。2階かな、2階の和食どころ、レストランか。私たちは外で食べるんでね。あと喫煙所がありますね。いいよね、こうやって旅館の中にレストランあるところ。まだ時間早いんで入れないですね。こっちがバイキングですね。まだ時間早いんでやってないですけど、いやーこれもいいな、広っ。
白い。あ、いいなこれ、いいな、エレベーターホールの横3階ですかね、3階に上がりました。娯楽横丁夜泣きそば、広い。カラオケ何でもある、何でもあるけどまだやってないですね。広い。ここが娯楽横丁ですね。マッサージチェアがあって、閉まってますね、いろいろね。ええけど入れるよね、他は。すごいいい場所、いい。漫画、漫画か。すごい。よく見たらコロナ対策で、すごい、この広さで定員4名。そしてマージャンとカラオケ。あらあらあら、あら、ここ入っていいのかな。自販機コーナー、ゲームコーナーありました。私の好きなね、旅館とかホテルとかにあるゲームコーナーですね。遊んだことあんまりないけど。広い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 、普通にゲーセン。そしてこちらがフロントで、すぐに山崎コンビニがあります。そしてこちらがロビーですね。広い、とにかく広い。アメニティの数もすごい。歯ブラシの硬さまですごいっす。やばー、ここまでとは思わなかった。予約する時点で修善寺に良さげなホテルがあるなと思ってパッと予約しちゃったんですよね。いやー、すごい。今から貸し切り露天風呂見てみます。7個あるそうなんですけど、規模が規模なんで、どうなんでしょう。貸し切り風呂来ました。どんな感じなんだこれは。あれ、入れる？すごっ！これ貸し切り？すごっ！こうやって空いてるところは光ってるっていうシステムをね、取ってるみたいで非常に便利です。待合室も広いから待てますよ、これは。で、一個一個の貸し切り風呂でこうやって席が用意されてるんで、そこで待ってればいいという。ちゃんとね、できてますね。本当にすごいわ、ここ。はい、戻ってきました。気持ちよかった。露天風呂になってるんで本当気持ちいい、この季節。そしてもう驚いてますよ、おじさん。本当にこれだけ大きい温泉ホテルっていうの、旅館っていうのかな、泊まったことないんですけど、びっくりしてますよ。ただただ外も暗くなってきていい時間になってきたので、少しゆっくりしたら晩飯を食いに行きます。修善寺はですね、去年一昨年だっけな、来た時にすごく美味しいお店があったので、そこにタクシーで行きます。なんでこんなに人とすれ違わないのか。ここのレストランもね、すごい気になってるんですけどね。今回なぜ修善寺に来たかというのが、そこのね、居酒屋さんに行きたかったんですよ。そしたら思いのほか興奮で、驚きと衝撃で、こちらのホテルだけで相当長くなってるっていう感じなんですけどね。では行ってきます。修善寺駅前着きました。こんな綺麗だったっけ。ただ駅前は閑散としておりますね。昼間見てみたいですね、どんな感じで栄えてるのか。ではお目当ての居酒屋さん向かいます。
来ました、クーインさん入ります。来ましたよ来ましたよ、やってましたよ、よかった。ではいただきます。むさぼり食ってしまいますわ、酒も進みますわ。すごい、相変わらず盛り付けがすごい。ごちそうさまでした。うまかった、相変わらずうまかったですね。あの店内はじめあのお客さんがいなかったんでね、なかなかリアクション取れずにいましたけれども、もうちょいね声が出せる状況だったら叫んでましたね。うまかったうまかった言ってたと思います。なんでこういうお店がね私の家の近くにないんだろうって思いますね。うまかったマジで。あ、タクシーいるね、いますね、帰れるわ。なんか飲み歩きしたい、ほんと気分がいいですわ。なんか修善寺に来る理由が増えましたね。もともとこの居酒屋に来たくて修善寺に来たっていうのも本当に先ほど言った通りあるんですけど、雰囲気も全てが今は愛おしい。戻ってきました、寒い外。ゲーセンで楽しんでおります。ご乗車ありがとうございます。このバスはたまらんすな。普通に面白そうこれ。部屋着きました。楽しいです、本当に充実した旅になってます。お酒薄めて少し休憩して、また露天風呂行けたら行きます。来ました、これもすごいよ、楽しみすぎる。あーさっぱりした、さっぱりしましたよ。では夜の楽しみである部屋飲みを開始します。あの今動画をね、今回の旅の動画を編集ソフトに入れてみたんですけど、尺の長さがやばいっすね。今までで一番長いっすね、全体的に見て。編集のことを考えるとね、なかなかタフな感じになりそうですけども。まあね、楽しかったんでね、編集も楽しみですよ。では、お酒を飲んで、ゆっくり寝たいと思います。おやすみなさーい。おはようございます。現在朝の8時半です。寝坊した、そして二日酔いが。朝貸し切り温泉行きたかったんですけどね、これもしいっぱいだったら時間がね危ないんで、チェックアウトの準備します。朝食です。やはり朝はこれに限りますね。朝食バイキングもね行きたいんですけどね、早起きできないんでこうなっちゃいますよね。ではチェックアウトしまーす。さあ
初日に帰りたい。帰れるとするんだったら初日に帰りたい。というわけでチェックアウトしました。いやーね、あのクオリティで1泊4000円以下ですよ、1人。まあ GoTo ありますけどね、それプラス地域共通クーポンもあるんで、すさまじいコスパなんですよ。まあ今の時期はねっていうところもありますけど、あとグレードアップされたのもあるので、いやー、また修善寺ね、今まで本当に何回も行ってるかもしれないですけど、選択肢にあまりなかったんですよね、静岡の。これでね、またホテルに行きたいという選択肢も増えましたので、またね本当に静岡の旅が楽しくなっちゃいますね。というわけで今回は3泊4日の旅もですね、本当に、幸せな時間でしたね。次の旅はね、どんな感じになるんでしょうか。というわけで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。あ、よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。お、なんだ、ハードルつけたな。はい、ではまた次回。